桜スミレはスミレかスミレ属の多年層。花は日本産スミレ属の中で一番大きい。ブクキの種。短い地下茎が横に伸びる。高さは8から15センチメートルになる。葉は根なし。傭兵は花時に直立し、長さ2から5センチメートルになり、一株に3から4個束生し、 短い平けで毛が生えるか、時に、無毛、上部には、翼がある。養診はやや、平らかいし、長さ3から6センチメートル、長卵形で、先端は、A 頭、かしら、は心形、縁には鈍郷子がある。表面は、暗緑色、裏面はしばしば紫色を帯びることがあり、裏面洋脈状に毛がある。花子、 柿の葉は大型になり、長さは5から1 5トル、左右が耳状に張り出した強三角形になる。柿は4から5月。葉の間から長さ7から1 2トルの花柄を伸ばし、横向きに花をつける。花柄の途中には、強小な2個の小法用がある。花柄には、普通まばらに毛が生えるか、または無毛。花は大型で、径。 約2.5センチメートル、淡辺に紫色をしている。花弁は広く、長さ15から20ミリメートル、円は、王頭か円筒、側弁の基部に毛が生える。神弁の巨は、長さ7から8ミリメートルになる、細く長い円筒型で、毛はない。学片は非神型で、先端は尖る。湯水はここあり、下中は太いカマキリの頭形になり、上部が左右に、 鋭角的に張り出す。染色体数は 2N イコール24。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、産地の日当たりの良い草原に生育する。本州の中部地方以北の産地に多いが、西日本では高地に見られる。世界では朝鮮半島、中国大陸に分布する。和名の桜すみれは桜すみれの井で、花の色がカビであり。 花弁の先端が桜の花びらのように切れ込むからという、種商名ハータイプスは多毛の茎の単語もあるがらのの意味、ありがとうございます。